ったんだが、こおのすばやれやれ、どうしたもんか。あれ一人か珍しいな。そういう時もあるんだよ。そっちこそ、あいつらは一緒じゃないのか俺も、似たようなもんだ。ちょっと一人になりたくてな。そういうもんか。 そういうもんだ。キョンまた面白いクエスト見つけたのみんなで調査に行くわよ勘弁してくれ。今日は朝もクエストに行ってただろ半日くらい休ませてくれ。ふーん。じゃああんたは別任務ね。はい。このリストに書いてある人に話聞いてきて。お前勝手に何のリストだよこれ。 この街で私が目をつけた人材よ。SOS 団にふさわしいかどうか面接しておいて。誰がそんな面倒なこと。ておい、春るひ行くな待ていい結果期待してるわよう、ふう生きてる。私たち、無事に帰ってこれたのよね。アンデッド相手だからって調子に乗るからこうなるんだ 全滅しなかったのが奇跡だぞ全くです。私の爆裂魔法がなければどうなっていたことか。そのご自慢の魔法が追加のモンスターをおびき寄せたんだがま、まあまあ、カズマ。今は無事を喜ぼうではないか。皆なほとんど傷を負っていない。どこかの誰かさんが真っ先に突っ込んでいったおかげでな <laughs> モンスターの群れから助け出すのにどれだけ苦労したと思ってる はあ。ほんと。あいつの傍若無人ぶりには困ってるんだ。カズマが羨ましい。俺だってあいつらには手を焼いてるんだ。羨ましいのはこっちだよ。いやいや、謙遜するなって。三人とも、なんちゃらっていうすごい役職なんだろそんなチームのリーダーやれてるんだ。パワハラ上司を持つ平社員みたいな俺とは訳が違うって。 いやそっちこそ。美少女三人に囲まれてさ、嬉しくないなんて言わせないぞ。いや、それは。だからさ。はあ。やめよう、こんな話。不毛なだけだ。そうだな。それよりパーってやってさ、忘れちまおう。おう、いいな。じゃあ、俺はジュースでも。キョンここにいたのね。カズママ。 ねえねえ、聞いてうわぁ。おいおい。ん何新規臭い顔してるのよ。それより、アクアたちが協力してくれるって、すんごいクエストに行けるらしいわ。ある日たちに協力してもらえば、お金稼ぎ放題なの。ほら、準備して、早く、はあ、どうするキョン。きょんま、抵抗するだけ無駄ってもんだ。 同感だな。親子くはこの前みたいに無茶だけはするんじゃないぞある日も、せめてこっちの話に耳を傾けてくれよ。はいはいそれよりほら時間もったいないから早くやれやれ。ちゃんと聞いてるのかねまったく。このすばこのすば 俺は絶対に行かないからな。お願い早くしないと他の冒険者に先を越されちゃうの名の知れた遺跡なのだが、お宝がまだ見つかっていなくてな。それを目当てに多くの者が挑戦しているのだ。そんなに急いでるなら三人だけで行ってくればいい。どうして俺までそれはその、今日はカズマが忙しくてですね。 いいかお前たちだけでクエストに行ったりするんじゃないぞこれは振りじゃないからだ絶対だぞ何もあんな風に言うことないのに、まるで私たちに信用がないみたいじゃない。逆になんでそこまで言われて信用があると思えるんだ私たちだけではダメということは、逆に言うと、誰かと一緒ならば行ってもいいということです。 というわけで、ぜひ、キョンに付き添いをお願いしたいのです。はぁ、あ、悪いけどな。俺はできるだけ面倒ごとには巻き込まれたくないんだ。ただでさえあいつがいるってのに。あら、みんなして何か面白そうな話してるみたいね。げ、出た失礼な反応するんじゃないわよ。それで、遺跡探索のクエストがどうとかって言ってなかった こんな地獄耳目。カクカクシかシかで一緒に行ってくれる人を探してたのよ。そういうことなら真っ先に私に行ってくれればいいのに。どうせキョンがごねたんでしょ大丈夫。行くわおいあのね、こんな世界に迷い込んだ私たちを助けてくれたのは誰 ?SOS 団として恥ずかしくない振る舞いを心がけなさいいや、確かにそうだけどな。 そうと決まれば出発しましょう三人とも、今日はよろしくねええ、春日も来てくれるのなら、百人に来ねああ、待った待ったわかったよ行くからには、ちゃんと準備させてくれやれやれあ、敵だここは私に任せて行けあ、おい、ダクですそっちは敵のど真ん中だぞお構いなく ダクネスが引きつけている間に、我が爆裂魔法で一網打尽にしてくれよやめてくれこんなところで撃ったら全員巻き込まれるだろ今日、さっきから文句ばっかり。私の従者ならもっと活躍しなさいよ。誰が従者だというか、敵どころか味方のことで手一杯だよ <laughs> やれやれ。カズマがクエストに行かせたくない理由がよくわかるってもんだあ、見つけたわ あれがこの遺跡のお宝じゃないそうみたい。他の冒険者も見つけてなかったみたいね。ふふん、案外簡単だったわね。お宝、いただきよおい、少しは警戒しろよ。お宝の周りには罠があるって相場が決まってるんだ。大丈夫。私たち、これでも遺跡探検は何度もやってきたんだから。そんな罠に引っかかるなんてするはず。あら 今、アクアの足元から何かの音がしなかったか。うわ大岩です転がってきますよいやあなんて床がスイッチになってるのよ私は悪くないわ向こうずな探検家でももっと警戒するぞ。大丈夫。こういう時はどこかに抜け穴があるはず。それを探すのよ そう言って見つけられたことないだろうほら、みんな、こっちだついてこいえどこ行くのよ抜け道があるはずなんだよ。いいから急げ潰されるぞんで、無事に遺跡から出られたとああ、キョンが遺跡のことを事前に調べていてくれたおかげでな。冒険者から話を聞くだけでなく、地図まで目を通していたとは。 名の知れた遺跡だって言うから、資料くらいあると思っただけだ。勉強は空っきしなのに、こういうことはできるのよね。もう助けないからな。でも、なんとかお宝も持ち帰れたのは今日のおかげよ。ありがとう。ふ、うん。さて、明日も朝から爆裂散歩へ繰り出さねばなりませんし、もう寝ましょうかね。待って 勝手にクエストに出かけたことの説明をまだ聞いてない。ダクネスお前は止める側だと思ってたんだけどな。ち、違うんだ、カズマお宝があれば、パーティーのためにもなるそれに、アクアたちに急がねばならないと言われて。言い訳は禁止だちゃんと納得いく理由がない限りは寝かさないからなシャしシャも禁止ひどい やれやれ、本当に疲れる一日だったこの巣場